はい、今回8月3日、昨日ですね、新型3代目 N-BOX が登場して、詳細な内外装のデザインとか、あと装備類、あとボディカラー、インテリアカラーとシート表皮が判明して、あとホンダセンシングの安全装備の方も機能類が確定したんで、まあ順を追って紹介していきます。スタイリングは大きく2つ、 N-BOX か N-BOX カスタムか。ノーマル仕様の N-BOX にはファッションスタイルを追加して、でカスタムに関しては先代同様ですね、コーディネートスタイルをラインナップしていて、でスロープ仕様はノーマル車もカスタム仕様車もですね設定されていて、で新型3代目はルーフやフロアの部材を変更し、より高い静粛性を実現して、で高速のクルージングなど様々なシーンで上質な走行性能を実現して、で新型もですねシーケンシャルウィンカーを採用して、給油口に関しては新型フィットと同様に押して給油式のプッシュ式のフューエルディットを採用して、でファッションスタイルにはですね電動格納式リモコンドアミラー、アウターアドアハンドル、フルホイールキャップを装備して、ホワイトを基調としてですねファッションスタイルをラインナップ。で内装の方が目線の高さをそのままに、インパネ上端をフラットにしたことによって現行以上に視界性が向上して、で7インチ TFT 液晶メーターを新採用したことによりホンダセンシングの作動表示も大きく見やすいようになって、まあ新型フィットと同様のですね液晶メーターを採用して、センターディスプレイにはディーラーオプションで9インチホンダコネクトホンダディスプレイを採用して、まあ、Apple CarPlay、Android Auto、Honda Total Care Premium の利用が可能になって、で、大型のティッシュ箱、その他小物類が可能なグローブボックスが新採用。助手席前のインパネ部分にはサングラスとか、ちょっとした小物類がですね、置けるように設計されていて、で、後席のサイドポケットも収納できるように工夫。ドリンクホルダーとか、これは任天堂スイッチライトですかね、まあ置けるように設計されていて、でボディ色とインテリアカラーに関しては先行情報の方で確認して、カスタムプラチナホワイト、プレミアムサンライトホワイト、メテオロイドグレー、ミッドナイトブルーで、クリスタルブラック、トワイライトミストブラックの6色に、コーディネートスタイルも6色、プラチナホワイト、レッド、スエートグレー、ルーフがブラックですね、ツートンは。ホワイト、レッド、グレーとの組み合わせですね。で、カスタムのシート表皮、カラーの方は基本的にブラックですね。カスタム、コーディネート、ブラックでカーボン調のシート表皮、プライムスムースで、でプライムスムース×トイコットの組み合わせ、こちらカスタムターボのみの最上級の組み合わせで、で N-BOX カスタムベースとかに関してはトイコットで、トイコットっていう呼び方がホンダにしては珍しいですよね。で標準仕様の方が、標準仕様はターボ設定はなくて NA のみですね。基本的にエンジンの方は変わりはなくて、スペックとかも一緒で、ノーマル車が NA のみで、で駆動方式は NA も、標準仕様もカスタム仕様もですね、2区と4区の設定があって、でカスタムの方が NA とターボ設定ですね。で標準仕様の方はボディ色6色プラチナホワイト、ルナシルバー、メテオロイドグレー、ブラック、プレミアムサンライトホワイトで、ノーマル仕様にもトワイライトミストブラックがラインナップしていて、ファッションスタイル、これツートンではないですかね。フィヨルドミストなんで、だから、新型ステップワゴンにも、ステップワゴンエアにもですね、採用されているカラーで、で、イエローとアイボーですね。ノーマル車専用に設定されていて、ルナシルバーですね。
で、シートカラーはノーマル仕様に関してはシート表皮もですね一つに集約されていて、カラーがグレージュ×グレーのツートンで、シート表皮はトイコットですね。そう、ビルインの方も細かい情報が載ってるんですけどね、また次回紹介します。まあ電動パーキングとかも標準装備になって、ホンダコネクトはノーマル仕様4スピーカーで、カスタムの方が6スピーカーで、パワーサイドドアに関してはノーマル仕様でもですね、左側がパワーサイドドアで右側がメイクオプション設定になってますけどね、カスタムに関しては両側ですね、パワーサイドドアで、また細かいことに関してまた次回紹介します。で、続けて、もうスペックとかに関してはまあまたこれも次回紹介して、で、安全装備の方ですね、今回細かいことが判明して、予防安全装備、改良版のホンダセンシング5000グレード標準装備、衝突軽減ブレーキ、CMBS、誤発進抑制機能、歩行者事故低減ステアリング、路外圧抑制機能、渋滞追従式のクルコン、まあ、従来からの機能ももちろんラインナップしていて、で、トラフィックジャムの方は、新型 NBOX にはですね、採用されずに、レーンキープ、先行車発進、押し出す機能、標識認識機能、後方誤発進抑制機能と、で、新たに2つの新機能が追加、近距離衝突軽減ブレーキ、急アクセル制御機能ですね、新たに採用されて、で、オートハイビームは設定されてるんですけどね、アダプティブハイビーム、上級のアダプティブハイビームと後退出庫サポートの方が非採用みたいで、まあ、思ってたよりはそんなにホンダセンシングの方は進化というか新しい機能の追加点が少なくて、まあここら辺は普通車との差別化ですかね、 ZR-V とか新型ステップワゴンとの差別化で、まあそれでもライバル車と比べたらですね、十分な安全装備内容で、他のメーカーだったらメーカーオプション設定だったり上級グレードしか設定できなかったりするんで、まあここら辺ホンダの場合ですね、全車標準装備なんで、で、車用価格、 NBOX ノーマル車が146万8500円から198万2200円まで、で、カスタムの方が182万4900円から220万7700円という現行車の価格から10万から10万弱価格アップして、新型車 NBOX 156万8000円から209万2000円まで、カスタムが193万9000円から232万ぐらいになるんじゃないかという予想価格ですね。まあ確かに質感とか一部装備類が強化されてますけどね、まあパワーユニットはもちろん安全面もそこまで強化されてないんで、15万20万の価格アップは考えにくいんですよね、経緯で。で、発売時期の方が、まあこれに関しては甘やかに言われている通りですね、秋10月号にフルモデルチェンジへ、10月25日から開催されるジャパンモビリティの方ですね、正式発表するという情報で、だから発売まであと3ヶ月前後で、まさか昨日先行情報の方が公開されるとは、今日気づいて今早朝撮ってるんですけどね、だからスペックと価格以外もデザインも装備類もですね公表して、使用装備一覧までですね、一覧表まで公開すると思ってなかったんですけどね、また順次装備類の方もですね次回紹介して、
順次新しい情報が入り次第紹介していこうと思います。はい、今回ホンダ新型 Nbox に関する最新情報として、長安のデザインと新装ブレイで価格と旗時期について紹介しました。